今回は夏に弱い苗の共通点や我が家で今時期から夏に調子を崩す品種の紹介など、梅雨や夏のトラブルに関することを、早速トラブっている苗をお見せしながらお話をして、少しでも夏越しの参考にしていただければ嬉しいです。で、まずは夏のトラブルの紹介をします。一つ目は強い日差しによる葉焼け被害です。で、葉焼け被害は成長点付近がひどく焦げていなければほぼほぼ回復します。で、こちらの苗を焦がした原因は、遮光のネットを外すタイミングが早すぎて、まだ日差しが強い9月に焦げました。で、こちらが5ヶ月経過した苗の状態なんですが、葉焼けの跡はまだまだ残っています。7ヶ月経過した頃にようやく葉が更新され、葉焼けした葉が外葉になり、だいぶ綺麗な葉に生まれ変わっています。で、葉焼けは助かる可能性はすごく高いんですが、葉焼けの度合いによりかなり時間がかかる場合もあります。で、回避する方法は遮光ネットで遮光することなんですが、この苗たちのように遮光ネットを外すタイミングを間違えると1日でここまで焦げてしまいます。それと、遮光率が高い遮光ネットで過度に遮光しすぎると、次は外すときに日光に慣らすのが大変になります。で、私は夏場は遮光率 45% で、今年は遮光ネットを外すタイミングを十分日差しが和らいでからにしようと思っています。で、次の夏のトラブルがハダニや害虫被害になります。ハダニにやられるとこのように黒い点々が現れて、この黒い点々がひどい葉はそのまま枯れていきます。で、ハダニ被害も薬剤で駆除すれば元に戻ります。で、ダニ被害に遭いやすい苗なんですが、こういった葉がツルツルしたアガボイデス系が多いです。で、逆に粉系は今まで被害に遭ったことがないです。で、他の害虫は我が家ではオルトランで防げています。で、オルトランの散布頻度も春と夏前の2回だけです。で、ダニの方はダニも暑すぎると活動が鈍くなるので、春前と春、梅雨前と夏までに3回薬剤を散布しています。で、こちらの被害に遭った苗は3月の薬剤を散布する前に被害に遭いました。で、このダニを駆除した動画はこちらで見えます。で、現在は全滅して、被害に遭った苗はすべてきれいになっています。で、うっすら薄い点々が残っていると思うんですが、これは新たな被害ではなく広がらずに抑えた跡になります。で、ダニに吸われた葉はいずれ枯れていくんですが、それによって一度小さくはなるんですが、早期発見して完全にダニを絶滅させれば元に戻ります。で、その駆除の方法なんですが、先ほど紹介した動画に詳しく載せているんですが、きれいに苗を洗って中性洗剤とダニの殺虫剤を使っています。で、このラザー側はかなり被害がひどかったんですが、現在はこのようにハダニから解放されています。で、次の夏のトラブルが高温障害になります。で、この高温障害にあった苗は5月半ばの猛暑の日に高温に耐えられなくて、葉が変形したり白く変色をして障害が起きました。で、こうなった場合、涼しい場所に移動させてあげて復活を待てば回復してくれます。で、この高温障害の回避方法なんですが、もうこれは環境に慣れて暑さに耐えられる苗に適応していくしかないです。なので、ある程度スパルタ育成をして強い苗になればトラブルも回避できます。で、最後が一番生命に関わる夏のトラブルです。いわゆるジュレルという表現をされている高温と多湿によって起こる現象です。ジュレている苗を放置しすぎると、このように手遅れになって、少し触れただけでバラバラっと崩れ落ちることもあります。で、この苗は雨で濡れたまま
高温にさらされて何日か放置された末にこうなりました。で、ここまでにならないためには濡れた苗はやはり水滴を飛ばして、暑い日は谷パトをして早く見つけてあげることで生存率がかなり高くなります。で、この苗が放置されすぎていた証拠に葉が外れてからすでに発根発芽していました。で、ここまでバラバラになっても今のように葉差しで子孫が残せます。で、こちらのバラバラになってしまった苗なんですが、上の方には転移していない葉もありそうなので葉差しとして取っておきます。で、こういったじゅれた葉の葉差しは効果があるかわからないんですが、蒸れてベタベタになっている葉は水洗いをして葉にベニカを散布しています。で、この苗は成長点付近の葉までバラバラっと崩れ落ちたので茎もやられてしまっている可能性が高いので、カットしてこの小さな苗をすくう手術をしていこうと思います。で、この残った部分はギリギリしっかりしていました。で、茎をカットしてみたんですが、茎もやっぱり水分を含んでじゅれています。で、じゅれていないところまでカットしていきます。で、ギリギリまでカットしてみたら乾燥している部分が出てきたんですが、これ以上カットする茎がもうないので、まあ、ここから小株が生まれる可能性っていうのはすごく低いんですが、捨てずに水やりをすれば、こうやって同じくじゅれて棒状態になったこの茎のように小株が出てくれる時もあります。で、この時にじゅれていた葉は3枚だったんですが、1週間後には残りがこの枚数になって、2週間後には1枚以外はすべてじゅれて枯れてしまいました。まあ、ただポジティブに考えれば、この3枚は生き残っているので、1つの苗が3苗に増えたことになります。で、夏の主なトラブルを紹介したんですが、次は夏に弱い苗の共通点を紹介しようと思います。で、その共通点がこのような赤い苗です。で、先ほどバラバラになった苗も赤系のエキサンなんですが、この次にじゅれた苗も赤色の苗です。で、韓国苗は交配式が不明なものが多くて、定かではないんですが、この色と形からして夏に弱いと知られているロメオが入っているのではないかと思っています。そこからロメオルビンに似た苗は夏注意をした方がいいかもしれないです。ただ同じ赤系のエケさんでもフロリリティールやレッドドラゴンや原種コロラータは夏が弱いと感じたことはなくて、毎年特に問題なく夏越しをしてくれています。で、他に我が家で夏に弱い品種はこちらのブルースペースタイムとブラックマダムです。で、この3つを並べるとどれも似た感じがわかりますでしょうか。この3苗は今年もすでに調子が悪くなっています。ただ夏が苦手とわかっているので注意深く見てあげて、あまりに暑い日は日陰に避難させたりして夏越しを毎年しています。で、こういったロメオに似た苗はロメオが夏紅葉するように、こちらの3苗も夏に紅葉をしています。なので、そういった苗はロメオが入っている可能性があるかもしれないです。
で、次に夏に弱いのがこちらのメキシカンジャイアントです。で、この品種は夏というよりは我が家では夏終わりに急に元気がなくなります。で、最後はこちらのレッドザラです。で、今年もすでに片側の葉が枯れて調子が悪そうです。で、こうして自分の持っている苗をよく把握しておくこともトラブルの回避になります。で、猛暑はまだこれからなんですが、この厄介な樹齢現象を起こす原因が高温と多湿の環境になるんですが、この環境を鉢の中や葉の周辺でなるべく作らないことで樹齢から守れます。ただどうやっても樹れる苗は出てくると思うので、樹れたとしても早期発見すれば救えるのと逆に増えてくれます。で、この日本の高温多湿の夏の環境にさせない最強アイテムは扇風機やサーキュレーターです。で、屋外で使用可能な方は絶対に活用した方がいいと思います。で、私は夏の間ずっと回しておくことはちょっと不可能なので、ただあまりに暑くなる日は移動させてサーキュレーターを回しています。で、昨年も水やりの後は回したりしていました。ただサーキュレーターを使える場所が日陰になる場所なので、そこにずっと置いておくと徒長してしまうので、今日は風もなくて高温で危険そうだなと思う日だけでもサーキュレーターを当ててあげると被害の減少につながります。他に気温を下げる方法として遮光ネットをすることももちろんなんですが、夕方に冷たいシャワーをかけて日中暑くなった鉢の温度を下げることも効果的です。で、私が最も多肉を守れる方法は夏は豆に多肉パトをすることだと思っています。やっぱり早期発見をすれば葉差しを取ることもできるし、軽い症状で済むことが多いので、気づいた時点でその場で手術できなくてもとりあえず葉差しだけ取っておけば全滅から免れます。で、この苗も発見が遅かったので成長点まで腐ってしまいました。これから梅雨と夏になっていくんですが、今のうちに大切な苗は葉差しを取っておいたり胴切りをしておくと少し夏本番が安心になります。で、今年の夏ももうすでに猛暑になりそうな予感がしているんですが、それすらも楽しんで梅雨と夏越しを共に頑張りましょう。で、私がまず今やっているのは早朝のひんやりした時間帯に毎朝見回りをしています。まあ、今のところ続いているんですが、だんだん習慣になっていて、静かな早朝のひんやりした空気の中、梅雨に濡れた多肉がすごく綺麗で、一日の始まりが最高になっています。で、時間的にも毎日している歯磨きと同じぐらいの時間なので、その時間で救える多肉があるなと思います。